えー、こんにちは今日は朗読理論講座の45回目になりますタイトルに書きました通り十分副文の読み方ですで、前回はですね、えー、235ページ日本語の三文形ということでお話をしました、えー、つまり、えー、手術のかかり方をどう読むか そして読んだ時に術部によって術部の持つイメージといいますかねそこから読み取れるものが、うん、この三文形によって変わるんだと形が。でこれをですね、えー、私はどう読んでるかというとこの主部術部の組み合わせをあの単位文って呼んでるんですねつまり文の単位であるで単位文というのは 手術が一組です。修プラス術です。手術が一組のやつものをで構成されたのを単位文と呼んでいます。でこの後ですね簡単あ書いてありますね。でつまり、えー、ところが文っていうのは今あの簡単に、えー、我が輩は笑ったとかね。 春の夕立は珍しいといとう簡単なあの手術が一組の文を読んだわけです、えー、ところが実際にこういう文というのは作品の中ではそう多くも多くもないというかねこればっかりで書かれているわけではありません。で236で言ったのはここ,ここからはこの要例の78910ですね11ですね11までが えー、出てくるでこれは何かというとですね「えー、十分」と言います十分というのはこのテキストではあまり詳しく紹介をしませんでしたが左側に書いてあるんですね「文が2つ重なってると。でこれ私よくやるのはねこうやってねこういうふうにやるんですけどね「えー、これが文ですよ」と「これ文が1がある」あ「あこうしない」 で、このね、えー、蓋が主婦なんです。重箱分って言ってます。術1術2というね。こういうふうになって、この蓋が1と2に共通しているで、この場合はあの左側見てくださるとこのこれは省略されてますけど、山手線の電車に跳ね。飛ばされて怪我をしたというね。そういう文ですけど。 これは術部が2つあるという文をどう読むかと。で十文とは単位文が2つ以上重なった文です。十箱を重ねたような十箱文というふうに私呼んでるんですけどね。十箱みたいなイメージしてくださいと。で十箱文っていうのは、えー、蓋が交換可能であると。 でところがあの蓋が合わないね小さい重箱と大きい重箱を重ねる重箱っていうのはあるかもしれませんけど基本的にはあの2つ蓋が一緒だから2つ目の文では主部が省略されているところがこの「木の先にて」の文なんですけどこれは「私は」っていうのがね「私は」っていうのが抜けてる。で抜けているけども実は隠れた蓋があるんですけどもね。 左側にあの文の組み立てて書いてあるどっちも「私は」という主部があります。電車に跳ね飛ばされたた怪我をしたこれが2つ重なっているというね形で,でこの文分析はあの皆さんも前の第4章で文,文法入門でね基本的なことはやりましたけども分析するとこういうふうになると、まあ、これはとりあえずあの目印で置いときましょう。 でどう読むかというとう山手線の電車に跳ね飛ばされてこれ全部ここでねここで切れるんです読むときに実は電車2で切る必要ないんですね読むときには山手線の電車に跳ね飛ばされてで切れるですからこれから皆さんがやるべきことは 文、えー、節動詞がつながらないところを切って読めばいいですよというねただそれだけなんです基本原則はだから問題はここで問題にすんのは怪我をしたっていうのとね跳ね飛ばされたこれはさっきので言うとどちらも、えー、動詞文です跳ね飛ばところが受け身なんですよねこれも面白い跳ね飛ばされて というのはこれは受け身の文だということが跳ね飛ばしたんじゃないんですね。電車に跳ね飛ばされたというと恐怖感というかね受け身の動作をが書いてある。でこの受け身でこの跳ね飛ばされるというこの「され」がね受け身として感じられるかです。感じられて読めば えー、恐怖感とかなんか浮かんでくるわけです山根っていや私はだからね私が跳ね飛ばされたんです私が山手線の電車にああ跳ね飛ばされてやっとイメージが湧けばその恐怖感みたいなものが浮かんでくるわけですよで怪我をしたわ 怪我をしたはこれはちょっと客観的な感じがしますよねなぜかというとそれを振り返ってんですこの舌でね舌の「多」は過去形ですから「怪我をするよ」じゃなくて「怪我をした」でこれがやや受け身のであったものを客観で回想している思い出しているこれがこの文の「 単純な文ですけどね山手線の電車に跳ね飛ばされたでこれもかかり受けありますから大事なのは山手線の電車に跳ね飛ばされてで「さ」がね伝達アクセント「山手の間」が「で」かなんです。山手線の電車にの「電がチビですね。 跳ね飛ばされて怪我をした怪我をしたこの怪我のが怪我をのがが山の間とね同じ、うん、アクセントになる表現アクセントですで、これが強まるからここの切れ目が表現できるんですねで、前前の手術の対応と一緒ですで、これが全部均一のアクセントになってしまったら山の鉄線の電車に 跳ね飛ばされて怪我をした山手線の電車に跳ね飛ばされて怪我をしたというふうに分節ごとに切れていく今のはかかりゆけありませんで今度はあのデカ丸のアクセントねフレーズのアクセントをそれを意識してつけると山手線の電車に跳ね飛ばされて怪我をした怪我をしたっていうね怪我をした 怪我をしたでこれ,これは例によりまして、えー、デカマルのアクセントっていうのは深い母音にするということね山山山の手,これ山,の手山の手線の電車に跳ね飛ばされてけがをした全部浅いです深くすると 山手線の電車にあ電車もね <laughs> これもっとぶっきりぶっきりで読むときにはここも深くするといいんですね山手線の電車に跳ね飛ばされて怪我をした怪我をしたこのがっていうのは浅い母音でやると怪我をした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 っていうふうにねいわゆる微濁音であのあの、まあ。のま うるさくないように、丸め丸めてるんですけどもね。私の言ってる深い母音でやれば、怪我をした、怪我をした、怪我がが。怪我をしたっていうのと、怪我を、怪我を、怪我を。っていうね、怪我を、怪我をしたっていう一生懸命丸めるんですけどもね。その深ければ、その必要はないわけです。次です。八。さあ、これどう切るでしょうかって、これもね。 えー、これもね十分です。分1分2とありますね。でこれ分1分2と書いてあって「鳥取は」でこっちは「鳥取」が省略されてる「鳥取」はそれを2つにちぎりましたがって序盤にちぎりましたちぎってになっちゃうねちぎって渡しました。でジョバンニも これはあの実は文脈の中で「ジョバンニって書いてあるんですけどね、うん、まあだからカッコで補いましたけども「鳥、え、取、ー、輪で切れます」点が打ってありますちゃんとね「それを切れます」「それを2つ」ではなくて「それをどこへつながりますか」っていうと「私へつながるんですよ。 で渡しましたちぎって渡すは実は文ではないんですねちぎった渡したじゃなくてこれが連用修飾になってるんですちぎって渡すというねかかり受けになってるですからここは切れるんではなくて私の今やっているやり方でいうとこれが緩めになるそうするとデカマルでいうと鳥りとはの鳥りとはのり 「それをのを」「二つの「た」結構強いんですよね。そうすると「とりとりが立つそれが立つ」「二つが立つ」「二つにちぎって渡しました」でこの「ま」がね伝達アクセントです渡しましたっていうねでこれを問題は「ちぎったとりとりはちぎった渡した」って でちぎるというのは鳥鳥自身の動作。渡しましたというときにはここにジョバンニがジョバンニにジョバンニというのが浮かぶんです。ジョバンニバンニにここへですね。これが省略されている。ですから読む人がこれがきちんと浮かぶように。 二つにちぎってジョバンニ見えますよ渡しましたっていうと向こうにジョバンニがいるんだとでそれがこの文を読む時の手術の読み方で十分ですから二つ動作がある二つの動作は「ちぎる」っていうのは相手がない動作「ジョバンニに」っていうのは相手のいる動作ねで「ちぎる」はそれをちぎる「ジョバンニに渡す」というね隠れた要素が「 この文の手術の読み方の中でイメージが浮か,ぶよ浮かぶためにはどうするかというとそう難しくはないんです。デカ丸の表現アクセントを意識で自分が見るべきものをきちんと確認できるんです。そうするとジョバンニが書いてあれば ジョバンニからフレーズになるんですねまあ、これ後でやりましょうで書かれた限りで言うとどこが強いかというとトリトリはそれを2つにちぎって渡しましたというねトリトリそれを2つにトリ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 はそれを2つにちぎって渡しましたこれがあのあののまアクセント平らですトリトリはそれを 二つにちぎって渡しましたまた、あ、一応きれいには読んでるかもしれないですけどもね表現としてはあの文の意味も単語も文も立ち上がってこないその原因は表現アクセントの不足です。トリトリはそれを二,二つにちぎって渡しましまで今度は「ジョバンニ」が入ると「もっと」。 情景が見えてくる。とりとりはそれを二つにちぎってジョバンニに渡しました。ジョバンニに渡しました。いかがですか。もう一回大量な読みありますね。とりとりはそれを二つにちぎってジョバンニに渡しました。ちょっと面白くないでしょ。うん。言葉が立たない原因はもう表現アクセントの不足ですね。 これは皆さんね今の聞き比べて両方ね思い切ってこの表現アクセントきちんと力を入れれば「鳥取は」っていうのと「鳥取は」「鳥取は」「鳥取は」これが気合いですね。さあ「Q」です。「Q」はですねこいつはですね副文になるかなふフ 副文になるかな？副文になるんですね。副文というのは何かというと文の中に左見てください。大きな12の中にこう。12が入ってるでしょ。これがね古文なんです。古文って言うんです。で、こっちがね。親分って言うんです。つまり、あの体、ー、分には変わらないんですけど、親子分ですね。親の中に子供が入ってるんです。 えー、で九番ですね。ジョバンニは今絵を描くことに熱中しているっていうんですね。で、これを私が分解したのは、セベは今自分が絵を描くことに熱中、セベは今熱中していると書か,かるんです。これがあの手術の前回お話をした手術のか,かり方。 自分が絵を描くということと「生兵は熱中している」というこの係りですねそれをどう読むかということなんですけどもねこれもあの簡単な、えー、印付けをしましょう「生兵はで切れる」今「今今で切れる」「絵を描くことに熱中している」これ全部つながるんですよ。 でこれわざとあの山括弧つけましたけどもねそこまでつけなくてもまあいけるかなそうすると熱中しているがくの字になるあとは絵を描くことにこのぐらいはもう山括弧なしでもいけるでしょうそうすると1233フレーズでできてる「清兵衛の背がでか」「清兵衛は」っていうのと「今のいですね 絵を描くことに熱中している。これもね西米のせ今のの今絵絵を描くの絵です。これが強まれば「清兵と「今」と絵「絵」を描くということが全部言葉としても立ち上がってくるんですけどもねまあ,あの例によって平らな読みだとどうなるか「清兵は今絵を描くことに熱中しているわかりますか?」 っていう感じね。で、これだいたいね、あの子供なんかにその一節ごとに特にあの意味を作らないで分節単位で伝達をしようとすると今のような読みになるんですよね。西兵は今絵をか絵を描くことに熱中しているっていうね、ぶつぶつ読みですね。これ関係ができてない。で、関係作るのは要するに もう繰り返し言いますがで、あのデカバルの表現アクセントですねで読んでみるとどうなるか西米は今絵を描くことに熱中している熱中しているはもう緩めですから、えー、特に強いアクセントはいらないあともう一つまずいのはね西米はと今をね点がないからつないじゃん西米は今 絵を描くことに熱中している。絵を描くことにでこう切っちゃうとね。熱中している絵を描くことに熱中しているですね。絵を描くことに熱中はつながっている。清兵衛は今っていうのはこれ。今の前で切らなきゃダメなんです。切るというのは体勢を変えるということ。フレーズを作るデカ丸をつける。清兵衛は今絵を描くことに熱中している。これが読み方ですね。 さて10番さあままたたありましたさあこれですねこれまた面倒くさいんですけども「えー、人も使わず」なんていうのはある意味で十分と言ってもいいかもしれませんけどねこれも左側にあの文分析してありますね「一、えー、人で」柿田は「書きたは独り者だ」ってこれがね文なんです。 柿田は独り者だ、1、2がありますね、左側。で次は柿田はが抜けていて、柿田は人も使わず暮らしていた。人も使わず、人を使わなかったっていう、ここもね1、2があるんですよ。でここに1、2があるでしょ。いわば三重に組み立てられている。こんなものはあの分析していくとめんどくさくて大変なんですけどね。大きな1があって、1があって、2があって、 で、二の中が、うん、そう、二の中が副文になってんのか。そうですね。うん、まあ、いいや、これ分析は。で、読み方でいきましょう。書きたは。独り者で、で、これはま、ね、なここで切れば。いい書きたは独り者だ。武者長屋の一部屋に、にできる。二で切れますね。人も使わずに暮らしていた。この暮らしていたを緩めればいいでしょう。 ですから形から言うとそうは難しくないこの文の分析する方がよっぽど大変なんですねで同じようにでかまる書きたのかがでかもの者人ものでこれも人もので後ろですから特別なアクセントいらない無者長屋無者の者がでかです長屋の名がちび 武者長屋の一部屋に一部屋に後ろ後ろ人も人物もとですね人も使わずに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 ,わずに,わずにの図がちびであ伝達アクセント使わずに暮らしていた暮らしていたいた いたじゃなくて「暮らしていた」あので切って後ろにアクセントがある後ろですからあの特別に目指すところはないこれも平らに読むとどうなるかですね文節ごとに静かに静かにただ切って読んでいったら「柿田は独り者で武者長屋の一部屋に人も」 使わずに暮らしていた柿田は独り者で武者長屋の一部屋に人も使わずに暮らしていたまあ、できるだけ文節で切って特別なアクセントはつけずに読みましたただしあの伝達アクセントはあるんですね で今の読み方の問題点はアクセントが全部伝達のアクセントのみついているでこれを表現するときにはデカ丸をつけるんですねでどういう読みになるかというとかきたは独り者で武者ゃ屋の一部屋に人も使わずに暮らしていたもう一回やりますかきたは独り者で 武者長屋の一部屋に人も使わずに暮らしていたどうでしょうかね最初に読んだ「文節仏切り」の伝達アクセントのみの読みと表現アクセントを加えただけでだいぶ言葉の立ち上がりがり違いますね単純なことで言うと「書きた」っていうのと「書きた」「書きた」っていうのと「書きた」は かきたわでこの「か」っていうのはこの深いシンボインですもちろん「むしゃ」「むしゃ長屋」っていうね「むしゃ長屋」「むしゃ長屋」これ浅いですね「人も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 」でこれ「と」が深い音になってでこれも前々回で話しましたけど伝達じゃない表現アクセントというのは「シンボインによるシンボインによる 強い声になるとですから繰り返し言ってるのは伝達アクセントは言葉が伝わる感情は伝わらない、えー、表現アクセントは感情が伝わるけども言葉は消える言葉は消えるけど感情が伝わるのが「デカまる」今やった表現アクセント。よーく聞いているとこの「デカマルをつけた音っていうのは 明確にはあの声,声音としてね判断できないと思いますちょっとした「うっ」ってよう「うっ」ってよ奥で「うっ」と叫んだようなねそういう音になってさて11番です。えー、11番は自分はイモリを驚かして水に入れようと思った。でこれはね術部が3つあるんですね。自分は最終的には思ったなんです。 で、これがね、丸カッコついてんですね。自分は思ったっていう関係で、で思ったが緩めになるんです。で、丸カッコの中で、中に十分がある。驚かして水に入れよう。これもね、驚かして入れようっていうのは驚かして、そしてとね、 十分と取るか驚かして入れようを連用修飾と取るかという問題があるんですけどねこれも思い切って切りましょうとそうすると「驚かす」ということと「水に入れる」というのが2段階の表現だでそれが自分は思ったというねそこにつながっているですから、えー、自分は思ったこれはね分分析してあるかあこっちあるんだね全部入れ替えましたね あ入れ替えちゃう後ろにあるんだ。ですからこれで言うとえいろいろ解説が上にあるんですがこの「自分は」がここへつながるんですこれが丸カッコになってで「自分は思った」というこのつながりが見えるかと驚かすっていうのと「入れよう」「水に入れよう」っていうねこれがいわば2つの行動というふうに考える。 これもあの図,図でいろいろ図をじーっと見てると見えてくるものがあると思います。でこれが「自由分」というのはここね分1と分2だから2つのことを自分は思ったとこうしてこうしようというねこうすることそしてこうするっていう2つを思ったとっいうのが今の文ですね。えー、ですから読み方としたら自分はできる。 イモリを驚かしてこれで切る水に入れようとですね入れようでとの前で切っちゃいけませんよでついでに言うとこのとはね近頃発見ですとはね新母音です母音が深いんです新母音これあのこれができない人がいるんですけどね入れようと入れようと思った入れようと 思ったってやつと入れようと入れようと思ったあるいは入れようと思ったとこのとがね深いボイになってます。ではまた例によってぶつぶつ読みですね。アクセントタイア,アクセント全部あの表現アクセントじゃなくて伝達で読みます。自分はイモリを驚かして水に入れようと思った かり受け全然意識してません「自分はイモリを驚かして水に入れようと思った」バラバララになってますね、うんえー、どこで決定ででそうすると「バラバラ」をまとめるのはもう一度デカマ丸アクセント「自分の部」です。でここで切れますからね丸括弧でも切れてますからイモリの「イがねデカです。 「いもりを驚かしての蚊、ね」の「か」が伝達「か」は浅くていいけどアクセントついた「水に」の「に」が「でか」です「入れよう」との「よ」が「ちび」ね「思った」「思ったのも」ですね「思ったのも」がねこれが「思った」これアクセントないですけど「思った」とね深い母音にするといい「思,思った」 思ったでなく思っ,思った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 というね深い母音にするだけです。ですからあの術部の中でもあの今の10番でもね「暮らしていたのこの死」はね、えー、深い母音こういうふうにしたらいいでこの「おも」の「も」もね「と」と「と」を「おも」「と」「と」「おも」 が深くておが浅くなっと思ったのもがもう一回、えー、深い浅い深いんだよねそうするとこの青印が二つついてますけどねそういうことはできるあとは暮らし暮らしていたのこの死もね暮らしていた暮らして暮らしてあごめんなさい違うらだ 暮らしていたのらですね暮らしていたのれは後ろアクセントなんだけどこのらをね深くしてやる人も使わずに暮らし暮らしていた暮ら,暮らしていたしていたは浅くていい暮らしていたという風うな終わり方11番読んでみますね自分は イモリを驚かして、水に入れようと思った。もう一回ね。自分はイモリを驚かして、水に入れようと思った。思ったということですね。うん、で、これも、あの、まあ、目安を今、私は言ってるわけで。ここを深くすると、ゆっくり読んで、これやるの、なかなか難しいんですけど。も おそらく文節バラバラ切りの読みと表現アクセントを意識した読み方で文の構造ままででが、ねえー、区別できるかと思います。単語はが立ち上がるのはもちろん文の関係今左で分析したような文の構造が、えー、声によって表現できる構造まで表現していく。 とというののが朗読の基本的なな重要なことですねですからあの印をつけることは非常に単純なことをやってますけどもで左でやるようなこの分析作業っていうのはあの次元が違うことで読む訓練によってこういうあの分析図は書けなくてもね声として読めるようになりますから皆さんももう一回これ見直してあの2つの 分節ぶつ切りの読みと表現アクセントのついた読みによる十分複文の組み立てというのをねもう一回あの見直してみてください。というところで終わりにいたします。どううもありがとうございました